人生の品質向上委員会第77回やっていきたいと思います。えー、私はすけさん1984と申しまして、えー、都内でエンジニアをやっております。で最近はですね、42東京というあのエンジニアの養成スクールにですね、6月から通ってまして、まあ、課題を解いたりですね、あの仕事したり、まあ、やってます。趣味は読書なんですけれど、えー、と最近は えー、3対2読んだのと、あとは、なんだっけな。今何読んでたっけな。今何読んでたかちょっと忘れちゃいましたけど、ネットワークはなぜ角があるのかっていう本を最近買ってですね、これも読んでます。ウェブブラウザに URL を入れてから、えっ、ー、と、ページに、えっ、ー、と、内容が表示されるまでに何が起こっているのかっていうのをですね、表示して、あの、読む本なんですけど、まあそういうの。 そういう本とか、まあ物事の原理原則みたいなのがどういうところになるのかっていうところに、えー、興味があります。で、一日外出録班長がですね、バイブルとなっておりますので、どうぞよろしくお願いします。はい、ティーマゴットです、えー。関東のとある会社で会社員やってます。哲学は大好きで、大学も哲学で卒業をしました。最近はアドラーにドハマリしております。格闘技は大好きで、グラップリングっていう寝技の格闘技やってます。 そして人生の目標は悟りを開くことです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。えー、そんな2人でですね、時にゲストの方をお呼びして、えー、人生をどうすれば豊かにできるのだろうかと、品質を向上できるんだろうかということを、さまざ、あ、まな観点で,ですね、議論して答えを見つけていく、そんなポッドキャストになっております。えー、YouTube でもですね、ライブ配信をしてまして、大体水曜日の9時から、 やってるんですけど、今日ちょっと9時半、9時45分ぐらいになっちゃったんですけど、まあいたい9時からやってるんで、まあよければそちらもチャンネル登録していただければと思います。えー、YouTube ですね、人生の品質向上委員会で検索していただければ出てくるんじゃないかなと思います。あとですね、公式サイトの方が sc、scrapbox.io スラッシュ IQOL という公式サイトがありまして、そちらでですね、各回にどんな内容を話したかということを、 まとめてますので、まあ、そちらもよければ見ていただければと思います。ツイッターが IQOL2019 というアカウントでやってますので、まあ、そちらもよければフォローしてください。でお便りと、えー、ですね、お便りはツイッターで s h a r i q o l とつけてつぶやいていただければですね、お便りとしてご紹介させていただいて、えー、と議論させていただければと思うので、まあ、そちらもよければ、えー、のー投稿していただければと思います。あとは質問ボックスか。 質問ボックス、質問箱がありまして、まあ、そちらもツイッターの方で,ですね、見れるんで、あの、ぜひ匿名でも送れるんで、ぜひ送ってもらえればと思います。あと今、YouTube 収録中ですってツイートしました。あ,ありがとうございます。じゃあ、えー、とやっていこうと思います。で、えー、と、何ですかねまずはお便りからいきますか。お便りいきます。はい。質問箱。えー、質問箱。来てない。 どこまで行きましたっけ質問箱。質問箱は、全部回答した気がするな。あそうっすか。はい。じゃあ、次回またお待ちしてますってことですかね。お待ちしております。はい。そういえば、あの、前回紹介していただいた、あの、なぎささん、活躍のなぎささん。はい。見ましたよ。どうでしたに ?2 話、2話見て。まだでも今のところ、 人生についてそんなに深く考えるテーマではないかなって感じです今のところですけどねなるほど、うんまあ、仕事まあ、なんか簡単にどんなんかで言うとなんか仕事にこう生きる女性が主人公で、はい、で、えー、っと家政婦が、まあ、仕事に生きてるんで家の中がぐっちゃぐちゃだったりするんですけど、はい、まあそこにあのお姉ちゃん妹かな妹が家政婦の人を まあ、誕生日プレゼントで、えー、プレゼントしてでなんか家を掃除してもらうみたいなのところがまあバックグラウンドというか前提というか何、まあ、て言うんですかねまあそういうとこから始まるみたいな感じで、うん、まあなんか僕の印象ですけど逃げ恥の逆逆バージョンみたいな感じだなって思って見てました、えーうん、でその家政婦の人がおじさん,なんおじさんっていう設定で なんでおじさんが家の中にいるねみたいな感じでちょっと拒否反応を示しつつもやっぱちょっと安心感があってみたいな感じでちょっと打ち解けていくみたいなそういう話になってるかなって思いますね。なるほど。うん、で仕事ではこう期待を向けられてですね、まあ、エースなんですけどそのエースの女性がですね仕事も頑張っていく。でもちょっと失敗とかもすることもあって。はい まあそれを家政婦の人に慰められてもらったりとかするみたいなそういう展開ですかね今のところはなるほど、うん、そんなその助さん的には深さは感じてないみたいな今のところはまあなんていうか背景説明みたいなところもあるじゃないですかやっぱ序盤なんではい、はい、なんでこういう風なことが始まったのかとか、まあ、どういう人たちがその主人公の周りにはいてみたいなまあそういう情報が 多いかなとは思いますけどね今のところはですけどなるほどまあここからちょっとどうなっていくかなっていうのは楽しみですね僕まだ見てないんでぜひ見てくださいはい、うん、僕2話もう見たんでねはいはい3話もまた楽しみにしてますはいあと半沢直樹が今週から始まりますねそういえば日曜日かなえっ最後見てましたいや、はい、僕見てないですけどあそうなんですか新シリーズみたいな感じなですか あ、そうです、そうです。えー、続きから。はい。半沢直樹見てないんですか孫さん僕、日本のドラマ全然見てないっすね。ああ、見た方がいいっすよ。半沢直樹だけは。<laughs> はい、えー。他のドラマはいいかもしれないですけど、半沢直樹だけは、日本のドラマでは見た方がいい気しますね。そんなに。いや、めっちゃ面白いっす。へ、えー、うん。総集編やってたんですよね。<の>先週、先々週。面白さはどんなところにあるんですか。まあ、あの、池井戸淳っていう人が、 あの原作書か何て言、まあ、うんかなあのその作家の人は結構その逆転劇みたいなのを書くのがすごくうまいというかまあ、そういう何て言うんですかねそういう物語が多いんですけど半沢直樹もそういうストーリーですねまあ基本的に半沢直樹ていうのが主人公の名前なんですけど、うんうん、あのまあすごい優秀な銀行マンで。 でもなんかやっぱ銀行の中にはすごいちょっと意地悪な人とか嫌なやつとかがいたりするんですけど、はい、でその嫌なやつにちょっと最初やられるんだけど、まあ、最後はちょっとやり返すみたいなそういうなんかこうスカッとするみたいなあ<ー>まあそういう展開が多いかなスカッと系ですねスカッと系ですね <laughs> はいはい、えー、倍返しっていうのが有名になりましたけどね当時そうっすねなるほど すごい面白いんであの、また新シリーズ始まってはい、ええ、僕もその新シリーズの多分原作は本では読んだんですけどはいまたそれがどういう感じでドラマになるのかっていうのは楽しみですねうん,うんなるほどほんと日本のドラマ見てないからないやその最後がねその前作っていうかその最初のシリーズの最後がええー、っていう終わり方やったんではい まあそれが今後どうなるかっていうのが見どころって感じですよね。なるほど。ちょっとマさん見てないからあれですけど。はい。えそんなところですかね。今週の日曜日からかな。はい。なるほど。スケさんの中で日本のドラマナンバーワンはハンザナオキ。あ<ー>と言ってもいいかもしれないですね。ええー。うん。と言ってもいいかもしれない。全然見てないな。本当印象に残ってんのも一つもないですね、僕。 マジですかハゲタカとかも結構好きですけどねああ全然見てないあと日本のドラマ何かあるかなうん思いつかないパッと思いつかないなうん、うん、僕海外のばっかっすねうんですよね、はい、最近僕「鬼滅の刃」見てますからアニメ前回言ったかもしれないですけどアニメのね「はい、鬼滅の刃」はい、うん、まあこれも面白いですよなるほどうん アニメも見ないですもんね、孫さん。見てないっすね、僕も。ええ。はい。ちょっと見に行きましょう。そうっすね。見ていきます。はい。じゃあ、まあ、あの、お便りないってことなんで。はい。はい。じゃあ、早速、あの、100のリストから行きましょうか、さっさと。そうか。100リストの回だった。はい、そうです,そうです。えっと。100のリスト。えー、20の100のリストですね。はい。じゃあ、僕から。 はい、順番に見ていきますけどもはいえっとそうですねうーんなんかあるかななんかあるかな降格機動隊ねシーズン2まで見終わり,りましたっていう話は前回したかなやりましたとはいあとはうーん最近本読めてないんですよねはい あ3対2ね。3対2は読んだんですけど、英語じゃないっていう問題がありますね。うーん、ちょっと進捗がないかもしれない。42が、まあ、着実に進んでいってるっていうところですね。42。2>, はいはい、2つ目の課題もクリアして、今ちょっと3つ目にチャレンジしてるぐらいの感じですね。はい、まあ、ずーっと42やってるんでね。 はい、なかなか他のことにちょっと手が出せてないというのが <laughs> まあ現状ですかね、はい、マい真さんどうですか僕はですねあの野田俊作のアドラーの4冊の本読みましたね全部はいはいそれがちょっとリストにまだ書いてなかったかもしれないですけどはい、はい、それが超楽しかったですねああ言ってましたねはい特に きき岸見さん岸見一郎さん岸見,のだら岸見アドラよりも野田アドラですやっぱりまあどっちも良さがあるんですけどなんかお互い独特で、うん、まあ僕が読んでる限りはですけど、うん、そんな感じがして、うん、なるほど、はい、よかったですね特に前も言いましたけど、うん、2>, 2冊目のなんか、うん、本はあの瞑想について語っててぜひすけさんに読んでいただきたいと思うんで。 何でしたっけ瞑想のなんとかってやつですね。えーっとですね。グループとなんとかってやつでしたっけグループと瞑想だっけな。グループと瞑想か。見ないとね。読まないとね。ぜひ。多分なんか、瞑想について本当理論的にわかりやすく語ってる文章僕見たことなかったんですけど、うんはい、そこで初めて理論的にあー瞑想ってこういういことなんだなっていうのが分かった気がします。なるほど。はい。ちょっと軽く説明してもらっていいですかえっと、瞑想っていうのは、ま、あこれはあの、 野田さんの理論ですけど瞑想っていうのはあの今に集中するのが目的で我々のなんだろうな生きていくと未来からは不安が生まれて過去からは後悔が生まれるって言っててそれは実はありもしない想像上の存在っていうかものなんだけどそれに対してそれから引っ張られてるのが問題だって言って。 で、瞑想することによってその今に集中してあの、過去と未来を断ち切るっていうのが目的でで、さらに面白かったのが瞑想のトレーニングと瞑想状態っていうのがあってほうほう瞑想のトレーニングはあの、それこそ座禅みたいに組んでうん、うん、あの、じっとするっていうのも一つなんですけどその、野田さんがおすすめしてたのはなんかダンスをおすすめしててお<ー>ダンスするとその過去と未来が見えなくなってあの 今にに集中できるから、瞑想のトレーニングにはすごい,い,いっつってて、うん。なるほどなるほどでここで思ったのが結構格闘技もそれと同じなとこあるなって思ってうん、うん、格闘技も練習してるとあんまり過去とか未来のこと考えないんですようん、うん、今に集中できてなんかそれである意味格闘技も瞑想の要素あるんだなって思いましたねうん,うん、なるほどで,でそれでトレーニングすることによってもう常に 常に我々が瞑想状態になるのが目指すところっつってて、うん、まあ何してようが今に集中できるっていう,うん、うん、それがあのトレーニングを通じて我々が目指す瞑想状態だっていうのを言ってましたねなるほどはいっていうのが大体のあらすじですうん、うん、はいなるほど確かにスポーツとかはそうなのかもしれないですよねトレーニングはい、はい なんか僕が前なんか瞑想協会みたいなのがあって、鎌倉の。はいはい、なんだっけな。鎌倉にあるんですよ。瞑想のなんか、そういう。団体みたいなが。はい、で、その団体の人が講演をしてくれて、会社で。はい、で、その人も言ってましたね。瞑想におすすめのトレーニング方法っていうんで。はい、あの、トレッキングん、はい、違う。なんとかトレイル。 なんか山歩くやつですかそうです,そうです、そうです。トレイルランニングか。はい。トレイルランニングっていうのがおすすめだっていうふうに、これかな。鎌倉マインドフルネスラボ。あ、多分これですね。で、これが、で、その人がおすすめしたのは、その、あれですね、トレイルランニングで、それはなんでかっていうと、なんか結構危ないらしいんですよね、そのトレイルランニングって山ん中を走るから。はい。結構ちゃんとこう集中してあのやらないと怪我するから。 結構こう集中状態で本当にそれさっき言ったみたいにさっきおっしゃったみたいにあの今に集中してやらないとまあ足踏み外したりしちゃうから、はい、っていうのが結構瞑想状態に近いっていうふうなことを言ってましたね、うん、だからそれはダンスとかとも結構近いものがあるんじゃないかなって思いますねなるほど面白いですね、はい、瞑想状態かそうっすねうん マゴさん、それから、ま、瞑想のトレーニングをやってるんですか格闘技以外では。格闘技以外してないっすね。で、ちょっと思ったのが、音楽聴いてる時って結構瞑想状態になってるなと思いましたね。はい、ああ、そうっすか。音楽。はい、うん。音楽,音楽ってどうやって聴いてんすかマゴ、はい、さんは。えー、ウォークマンで <laughs>、<laughs> 普通に、イヤホンで。その、聴いてる時っていうのは、他に何もやってないんですか あ通勤の時とか、うん、あとも家でパソコンの前で座りながらとか、うん、なんかそういう時は未来とか過去からなんか自由になってる気がしますね。なるほど、はいな。なんでなんでしょうね。その音楽ないとどうなるんですか、逆に。音楽ないと、うん、そうですね。ああ、あれやんなきゃな、みたいな不安と後悔が多少なりは出てくる気がしますね。ええー、なるほど。はい 僕の場合は音楽はなんか何かしながらっていうのが多いですね。音楽だけ聴いてるっていう状態ってあんまないんで。ほう。うん。仕事しながらとか、はい、作業しながらとか。はい。だ音楽がこう、流れててもそこに集中はしてないって感じ。うん。うん、多分、多分ね、ライブとか行ってると同じ状況だと思うんですよね。すけさんライブ行ったことありますよね。行きます行きます。なんかそういう時って、今に集中できてませんか うん、場合によりますかね。場合による。うん。うめちゃくちゃ、なんていうかな、気に入った曲とか、はい。であれば、はい、その、ものすごい集中してるから、はい。なんかこう、今に集中できてる気するんですけど、そ、はい、その場に行った時に。はい。でもなんかあんまりよく知らない曲とかだったら、<laughs> なんか他のこと考えちゃってることはあるかもしれないですね。うん 多分それの好きな音楽を聴いてるバージョンが僕が音楽聴いてる時だと思います。なるほど。はい。まあそれは分からんでもないです。確かに。はい。でも僕それでも作業しちゃってるな、他に。ああ。うん。じゃあ BGM ですね、まさに。そうそう、ノリノリで仕事してます。ノリノリで。はい。その分、仕事の上では今に集中しながら仕事できてるかもしれないですね、その時は。なるほど。 うん、より集中力を高めてくれる気がします、はい、音楽は。であとそうだ面白いこと言ってて、はい、禅は瞑想とはちょっと違うみたいなこと言ってて <laughs> なんか禅って結構まさに座禅組んで、うん、じっとしてなんか動いたらピシみたいな感じですけど、うん、なんかそりゃなんかなんだろうな生活っていうか態度を矯正させるような感じで。 うん、マドラー的な野田さんが求めてるその瞑想とは違うっていうのを言ってましたねなるほどはいなんかそこの話の中ではその「ヴィパッサナ瞑想」とか「サマタ瞑想」「サマタ」でしたっけ「サマタ」「サマタ瞑想」とかは出てくるんですか、はい、ああ出てないかもしれないですねん、はい、なんかあれこそがなんかこう理論的にまとまった書籍なんかあるっと思うんですけど、はい、瞑想に関してはそうですね瞑想も結構ありますからね、うん、多分うん 日本の鎌倉時代の鎌倉仏教とかとまた違うと思うんですよね。ある意味ビパストナー瞑想とか、まあ、僕が知ってる範囲では結構んだろうなアドラー的な意味合いというか色合いが、うん、強いんじゃないかなという気はしますよね、はい今にし。今に集中とかっていうのは、まあ、集中の瞑想なのかもしれないし。はい まあ、気づきの瞑想なのかもしれないですけど、まあはい、今何が起こっているかにこうものすごく尖らせて気づくみたいなニュアンスが近い気がしますけどね。でそれで瞑想状態が維持できると、はいまあ、野田さん曰く我々の不幸っていうのは過去とか未来とか無駄に考えすぎていらない荷物を抱えすぎてるから不幸なんだっていうのを言ってて。うん その過去とか未来から自由になることでつまり瞑想状態になることで我々は幸せに近づくっていうことを言っててそれでまあ瞑想とアドラがつながってくるっていう感じですねなるほど、はい、かなり釈迦の仏教に近い気がしますけどねなんか聞いてるとそうっすねうんはいだいぶ結局言ってること同じじゃないかで、ね、よくある話ですけど、うん、ケン・ウィルバーですねケン・ウィルバーもそうっすけど <laughs> まさにそういう感じかなっていう、そうですよね。なるほど,るほど。はい、いや面白いですね。ぜひ、読んでみてください。読んでみたいですね。僕も瞑想は毎日やってるから、十分間ですけど。はい。うん。もっとちゃんとやりたいなとありますけどね。はい。散歩の瞑想と、十分間の瞑想をやってるんで。はい。どっかにったと。はい。はい。他何かあるかな。そうだ、五十七番、新しいハンバーガー屋を開拓するってあるんですけど。はい。 最近話題の UberEats 最近ようやく私初めて使ってはいはい初回クーポンですげえ安くなって、はい、いいとこないかなと思ったら近くに結構いい感じのハンバーガー屋さんがあったんで、うん、Uber で頼んでみました <laughs> どうでしたかあ美味しかったっすね、うん、何バーガーですかうんとアボカドが入ったハンバーガー <laughs> はい、はい、アボカド何、はい、何バーガー何バーガーですか何バーガー屋さんですか えどなんていうバーガー屋さんですか、ね、あ、名前っすかうん。なんだっけなちょっと忘れちゃいましたね。なるほど。<laughs> ちょっと後で調べておきます。ええ、僕もよくよく使うのはサニーダイナーっていう僕の家の近くにある、はい、ハンバーガー屋さん。結構ね、チェーン展開してて。へ<ー>、ええ、美味しい、美味しいっす割とね。結構 Uber とか使いますか、スケさん。Uber 使いますね。やっぱなんだかんだもうコロナ長くなっちゃったから。はい。 なんかだんだんこう料理するのも大変っていうかちょっとめんどくさいなっていう時もあって、はい、まあそういう時はウーバーで頼んでとかよくやりますね、えー、僕のおすすめは串カツ田中ですねあ<ー>、うん、いいんですか近くにあるんだったらめっちゃいいと思いますめっちゃ熱々で届きなんか揚げたてで届くんでなんか一見その串カツとか宅配で頼むとはい なんかこうしなーってなってるんじゃないかなって思いがちかもしれないですけどはい串カツ田中はもうほんとに揚げたてって感じですねへ、えー来た瞬間食べればなるほどすっごい美味しいですはいおすすめですね串カツ田中あとはの、まあ、ハンバーガーとまあお寿司とかねはいうん頼みますねちょこちょこなんか Uber 初めてだったんですけどはいなんか 今、配達する人がどこにいるか見るの楽しいですね。<laughs> <laughs> 近づいてきますからね。あれ、そっちじゃない。あれ、動かないのみたいな。<laughs> <laughs> 街中でも見ますよね。ウーバーで配達してる人ね。最近、僕の家の近くにもすっげえいますね。いますよね。はい。あの、携帯をなんかナビ代わりにつけてやってますけど、はい。すごい、すごいなって思って見てます。で、なんか、松屋で食べたら、ウーバーですって、むちゃくちゃ来ますからね。 ええ、孫さんは松屋ですか基本的に。僕、松屋、ヘビーユーザーです。ヘビーユーザー、松屋。松屋の株買った方がいいんじゃないですか株。実は買ったんですよ、この前。え、マジですか松屋の松屋の。どうでしたいや、どうもなってないですね、今。優待あるんですかあるんですけど、1年に1回なんで、まだ来ないと。頑張りますよ。いや、楽しみですね、それは。そんなところかな僕は、 そんなところですねはい。うん OK です。はい、じゃあ今日のテーマに行きたいんですけども真央、はい、さんありますか何か話したいことえー、僕ら特にないですね。あ本当ですか。はい。僕はですねあのちょっと話したいというかちょっと気になっていることがあってその話をしたいんですよね。はい。 ちょっと老害っぽい話をしたいなと思ってはい <laughs> あのー、最近の若者っていう話ししたいんですけど最近の若者は <laughs> <laughs> すごいまさに老害の一言目が来ました、えー、<これ> <laughs> 最近の若者の話したいんですけどいいですかどうぞ若者と関わることありますかマゴさんはどんくらい若者ですか 孫、まあ、さんで言ってももうとむしろ孫さんが若者なんじゃないかって説あるんですけど二十歳とか<ー>大学生ぐらい大学1年生とか2年生とかそれなら僕もそ,れその年と10歳くらい差がついてるんで、うん、まあ同じではないかもしれないですよねそうですよね、はい、なんかね思うのはなんか話すことがあるんですよ時々、はい、そのぐらいの年齢の人 はい、って思うのはなんかすごいこう感情をこうしっかり伝える人が多いなっていう印象があるんですよね。と言いますとだからムカつくことはムカつくっていうし、はい、嫌なことは嫌っていう,ていう印象があって、はいはい、でそれを話を、あのー、したら、あのー、先輩にしたんですよね。はい、したらなんか 最近そういう感情表現とか、なんて言ってたかななん,なんて言ってたかなそな,なんて言ってたかなちょっと待ってくださいそう。傷つき方とか、暴言の吐き方とか、物事の楽しみ方なんかが、はい、結構うまくなってる人が増えてる気がするって言ってたんですよ。で、これうまくなってるってどういうことかなって聞いたら、はいその傷ついたことを、 きちんとこう表に出して要は伝えて、はいはい、でケアしてもらう方向に持っていくのがうまいって言ってて、うん、これは結構面白いなっていうかその,あのなんていうのかなその直接的に言うのがもうなんか当たり前みたいな世界観になってるんじゃないかっていうふうな考察なんですけど、うん、だから結局それがもし当たり前になってたとすると。 いやなんか仕事とかでもやりたくなければやりたくないっていう C みたいな話があると思うんですけど、はい、なんかそれに対して何言ってんねやっていう風になんに受け取るんじゃなくてなんか別にそれが普通だよねってなってじゃあそれ解決しよっかみたいなテンションで物事が進んでいくみたいな、うん、あの,のがなんか最近のコミュニケーションになってるんじゃないかなっていう風な話をしてて、はい、だからなんか空気読んでちょっと言うのやめとこうかなとか まあそういうのがまあないんじゃないかっていうふうに言ってました。はいうん、うん。どうですか<の>そういうのはおどうですか思いますかうん。あんまり僕が直接思ったことはないですね、でも。なんかこう、そう、なんか結構、なんていうのかな。僕はなんか昔、自分もそうやったんかなって思ったんですけど、というよりかは、むしろそういうふうなのが結構当たり前になってきてるんじゃないかなっていう。うん。なんか我慢してなんかするみたいなとかっていうのが。 まあ別にやんなくていいんじゃないっていうふうな、ん、価値観になってるっていう。うん。うん。なるほど。それはいいんじゃないかなって思いました。うん。アドラー的には <laughs>。<laughs> いや、なんかでもギョッとするんですよね。あの、うん、僕なんかはですけどね。僕は、あの昭和、昭和の人間なんで。はい。<laughs> あの、ギョッとするっていうのはありますけどね。まあ、はっきり言うな、みたいな。はい。感じ。 ええっていうのでちょっと僕は驚いたっていう話ですね、うん、ちょっと気になってるのがはっきり言うのはいいと思うんですけど、はいうん、なんか傷ついたとかで相手をコントロールし,てしようとしてるんじゃないかなっていうそういうパターンもあるんじゃないかなと思っててああそれがうまいっていう表現の一つかなと思いますけどねそれも含めての、はい、なんかこういうことによって相手がどう受け取るからやなんか解決してもらおうみたいなのも一つのこうなんていうか戦略として、はい、まあワークしてるっていうふ、はい、う風に見えますけどね まあ、多分自分が思ったことをはっきり伝えるのとその傷ついたとかネガティブな感情で相手をコントロールしようとするのはまた別の問題じゃないかなと思ってて、うん、多分そのまあまあまあ感情でコントロールするのは正直良くないと思うんですよ僕はでもその、はい、コントロールし,てしようとしてるかどうかって分かんないですよね、はい、周りからはそうですね分かんないかもしれないですけど、うん、そこはなんだろうな 考え,考えるしかないと思いますね。はい、本人がってことですよね。まあそれか、あの相手が。うん。はい。まあでも相手がっていうか、その、なんていうか、あこいつコントロールしようとして言ってんやなって思ったとして、どうしますかって話だと思うんですよ。はい。はいまあ、そこは乗らないじゃないですか。コントロールされない。<laughs> はい。されない。<laughs> いや、そうなんですよね。なんかね。 はい、結構そういうなんか気持ちをこうはっきりと言うっていうのはある,、はい、ある気がしますねなんとなくですけどまあでも文脈にもよると思うんですよねうんそれこそスケさんが今日ステーキを食べましたって言って前も話したけど、うん、今日私サラダしか食べてないんですけどバカにしてるんですかみたいなことが、まあ、言,う <laughs> 言えるじゃないですか <laughs> はいはい うん、なんか被害者ぶってマウントを取ろうとし,しようとしてるのかとかはい、はい、結構いろんな文脈があると思うんで一概には言えないかなって思いましたまそうですね,ですね、はい、いやなんかねまあそれはそれでまあ一個の例としてあれなんですけどなんか自分がこう年を重ねたなと思う瞬間ってありますか真帆さんはいや僕一切ないですねあないですかはい終わってもた <laughs> 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 終わっちゃいましたね、はい、なんだろうな,なんか僕の考え方が成熟しているなっていう感じる時はよくあると思います、はい、ああそ,それに近いかなうんなんかんかあんまり他人のことを考えたりとかはい,、はい、いいコミュニケーションの方法とか知らないんだろうなっていう人は、まあ、そうよく感じることはありますね それがイコール自分が年取ったなのかって言われるとちょっと違うかなっていう気もしてますねうんはい確かにな、はい、いやなんか気づかないうちに成長してんのかなって思うことあるんですよね、うん、はいなんかまあこれも本当老害っぽい感じなんですよね <laughs> いやなんかこうこうした方がいいのになあって思うことって結構あって はい、コミュニケーションのやり方にしてもそうですけど、はい、なんかこう言った方がいいんじゃないかとかこうそういう言い方したらこういうふうに受け取る人もいるよなとか何、はい、かこういろんなこう目線を意識するようになるというか、うん、なんかこう昔に比べてまあ当然多分当然かどうか分かんないですけど視野が若干広くなっている部分があってあのこういうことを言うとこういう。 レスポンスがあるかもしれないみたいなのの想像力が働くようになってるのかなとは思っててでそれがあんまないなって思う時があってまああのたまに人を見ててでそういうのを見た時になんかあ自分も昔はそうやったのかなとかっていうふうに思うみたいなことであの自分が年を重ねたというかまあ,ある意味で成長した のか、まあ、成長かどうかもよく分かんないですけど、はい、変化を感じる、はい、みたいなことがあるんですよね。うん、<で>それは年というよりなんか助さんが成長したってことじゃないかなって思いました。うんまあそうですね、まあ、成長に時間をかけてるからまあそれが年をとるというふうな捉え方はできるかもしれないですけど逆に6070でもやばい人 いないないですか <laughs> いやまあいますよねそれはね <laughs> あのコンビニで店員殴ったとか、まあ、液晶を叩き割ったとかだいぶやばい人いるじゃないですかはい,はい、はい、だから成長しない人はしてないし、はいいす,ね、する人はするし、うん、その天助さんは成長したんじゃないかなっていうことじゃないかな年齢によらないということですね別に年齢関係ないよってことですねそうっすねうん その時に結構難しいのがそのやっぱり経験からこう何かを言うっていうのって、はい、老害っぽいじゃないですか <laughs> な,るほどなんかアドバイスするみたいなんではいでもなんとなくこっちの方がいいんじゃないかなって思うことって多々あると思うんですよはいそれは今までの経験もそうだし、はい、学びもそうだと思うんですけどその時にそれ言うべきかどうかって結構難しいなって思うんですよね 伝えるかどう,かってどう考えていいですかねそれはそれが自分の経験だけではい、はい、裏打ちされたものなのかそれともなんか理論的に裏打ちされたものなのかじゃないかなって思いましたでも理論も古くなることあるじゃないですかだからそのそれが当たり前だった時代とかまあそのなんていうか理論が、まあ、当然信じられてた時代 の知識を持って言うみたいなのもなんか違うみたいな話があるじゃないですか。うん、だからどん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 こうそういう理論も陳腐化していくといか、うん、古くなっていくから、はい。なんか確信持ってこうって言えることってやっぱ少ないなって思うんですよね、日常で。うん。ってなると何も言えへんくなるというか、何もアドバイスみたいなことって基本的に、まあ、せん方がええやなって思ったりするんですよね。<laughs> なるほど。うん、なんかそれは何だろう。 スケさんは自分はこう思うけどあなたはどう思うって聞いたらいいんじゃないですかね。なるほどなるほど。アドバイスじゃなくて、はい、自分の考えを伝えるってことですね。はい。なるほど。それでさらに相手からもっといい案が来てスケさんが納得すればそこでまた知識の更新ができるしこれがいいよ、ドン、終わりじゃなくてこれだと自分は思うけどあなたはどうかなみたいなこと聞いたら いいいいんじゃないかなか思いました確かにそうですねまあでもねそれもなんか難しいなって思うのは「はい、こうした方がいいと俺は思うよ」って言われた時に「はいはい、あわ分かりました」ってなることが多いと思うんですよね。はいなるほどまあさっきの話じゃないですけどまあそれで、まあ、今の今のっていうのも変ですけどまあ,あのちゃんと意思表示できる。 思ったことをちゃんと言えるっていうかあの隠さず空気読まずに言う,言うっていうのが当たり前になってたら全然そうは思わないっすで終わるんかもしれないですけどね。<laughs> うん、なるほど。まあでも自分の意見言えるのは本当にいいことだと思いますけどね僕は。まあまあ確かに確かに。はい。基本的には。うん、そうっすね。はい。まあなんかでもやっぱりでも浅いなって思うこともあるわけじゃないですか。 <laughs> スケさんが何かを見て浅いなって <laughs> そうそう,そうまあなんか意見をしっかり言うのはいいんだけれどもはいあちょっと全然浅いなみたいな、はい、あるじゃないですか <laughs> やっぱり <laughs>、うん、まああるかもしれないですねあ,るありますよねだそういう時に結構難しいですよねああ<ー>浅いなーであかんじゃないですかやっぱりそれはそれでちゃんとこう伝え方ってあるから、はい、まあそれは何だろうスケさんが丁寧に これこれここうだからこうだからこうじゃないかなで道を示してあげればいいんじゃないですかね。そうですねいやだからそれもなんかちゃうなって思うのがその先のアドバイスの話になるんですよ。ああ<ー>。そのこうでこうでこうやからこうやと思うっていうその俺僕がその浅いって思ったことすらも間違ってるかもしれへんなって思うわけですよ。はい。うんはい、だからなんか難しいなんか自分の価値観というか自分の生き方ではその すごく論理的にそれが導けると思ってるんですよ。その人にとってはこうしこうしこうした方が一番ベストだっていうふうに僕にとっては思えることも、はい、でも全然違う軸でというかその僕の思いも呼ばらない価値観というか生き方でおけはおいてはそれこそが浅い考えなんかもしれへんなって思ったりすると、うん、なんかよくわからんなって思うんですよね。<laughs> 多分究極的にはもう課題の分離だと思いますね、うん、まあまあまあ確かに、はい、その人が決めたことだからもうそれはあすけさんは口出さないで最悪いいんじゃないかなって、まあ、まあそうですねはいいやだからその何かこう先輩後輩みたいな関係性で指導するみたいなはいで難しいなって思いますけどねうん真さんっていますか後輩ってもちろんいますね あうますか,すか、はい、後輩は最近の後輩は後輩は最近の若者どうですかいやそんな特別ああだこうだとは思わないですけどねそうですかはい最近の若いやつはって言ってないですか <laughs> いや言ってないです <laughs>。<laughs> 管巻いてないんですか管巻いてないっすね大丈夫っす大丈夫とかはい <laughs> そっか管巻いてるしいます逆に あ多分一番巻いてるのは僕じゃないですか <laughs> <laughs> さ若。最近の若者代表ってことですか最近の面倒くせえ若者代表ですよ、間違いなく <laughs>。そっち側やったか、孫さんが。どういうふうになってるんですかどういうことになってるんですか孫さんの職場では。いや、僕もさまさに思ったことは言ってます。これをおかしくないですかみたいな。<laughs> 自分、いや、それおかしいと思うんですけど、みたいな。 それどうなるんですかちなみにそう言うと。わかんないっす。時と場合によりますけどね。ちょっと最近あった例でなんかね。最近あった例。ええ。ああ、ちょっとパッと思いつかないな。おかしいと思った。うん。事例。おかしいと思った事例。はいあ。ちょっとここでは喋れないかな。あそうはしょうがないですね。はい。うん。なるほどな。 いやだからそのやっぱりか人付き合いというかアドラーも言ってますよね、はい、人付き合いが、うん、あの悩みの種だみたいなこと言ってるじゃないですか言ってますね,ねやっぱりそういう価値観じゃないですけど時代の変化って言ってもなんかその一括りしすぎかもしれないですけど、まあ、なんかそういう波にちゃんと捉えて、はい、それにこう自分をこう合わせていかないと。 はい、なんかどん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 ずれを感じて <laughs> あの悩みを増やしてしまうんじゃないかなっていうふうにも思うんですよね。うん、なるほど、うん、だから自分が付き合っている周りの友人たちとはずれないと思うんですよ同じような価値観でやってるし、はい、でもちょっとそこから一歩外に出て全然違う時代の人とか世代の人とかと話すと、まあ、全然違ったりするからそことどうあのしっかり合わせていくかっていうのが。 まあ一つ人生によって大事なんじゃないかっていうふうに思うんですけど、うん、まあ特にその自分より年代の上の人よりも若い人とのコミュニケーションっていうのが、まあ、結構難しいんじゃないかなと思ったりしますけどねうんまあでもあの新しい下の世代がこうだからで自分も合わせる必要はないんじゃないかなって僕は思いましたなるほどはい殴りに行けと <laughs> マスケさんはスケさんなりの生き方を維持していいんじゃないかって。あま <laughs> っちゃこと言ってんじゃねえっつって。<laughs> <laughs> まあそれはよくないですけど、また別の観点から <laughs>。<laughs> 走ってこいって言った方がいいですかね。いや、それはよくないと思いますね。高級一周走ってこいって。<laughs> <laughs> なんかアドラーがよく言ってるのは横の関係を築きましょうってうのをよく言ってて、はい、ああはいはいそうですよね、はい、まあ確かに先輩後輩とか年上下はあるけど、うん、だからといって身分的に上とか下があるわけじゃなくてはいはい間違いですね0歳であっても下であっても上であっても同じって言っててうんなんかそういう観点から気づいていくのが大事じゃないかなって思いましたそうですね,、はい、ね関係ないと関係ないうん そうです難しいっすねでもねそうっすねいや敬意持つんですけどはい真さんも言ってるみたいに考えが浅いっていう人もいるわけじゃないですか <laughs> よく孫さんが言ってると思うんですけどはいまあそれはそれってことですよねまあ究極浅くて、うん、浅くていいんじゃないですか <laughs> 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 浅くて失敗するのはその本人なんででも,でもちゃんと目標を持って <laughs>、はい、あの 意義を見いだしてやらないときに大学行くにしてもなんで行くのか何をやりたいのかっていうことをしっかり意識して行くべきだっていうのが真琴さんの考えなわけですよねはいでもそれを持てない人がこうやっぱり就職予備校のように大学を使ってしまうとはい例えばはい、うん、それがまあそれはそれってことですねまあそれはよくないと思いますけどうん まあそれで損するのはその本人なんで、まあね、はい、究極的に。うん。なんで僕はまあ、あくまで意見を述べてるだけで、強制してるわけじゃないですからね。まあそうですよね。はい。いやー、そうですね。はい、まあ。ということをね、ちょっと感じましたという話でした。はい。まあ若い人たちと、若い人たちとというか、あの、年の離れた人たちともしっかりコミュニケーションを取っていきたいなと。 はい。まあ、でも若い。基本的にコミショなんで、はい、えー。ちょっと怖いですよね。若い人。<laughs> それ、レッドコンプレックスですね。<laughs> <laughs> そうかもしれない。はい。レッドコンプレックスかもしれないですね。私、コミショなんで、レッドコンプレックスですね。<laughs> アドラハンマー出ましたね。 出ましたマゴさんのアドラハンマー。今回も出ましたね。出ましたね。はい、アドラハンマーっていう言葉、ちょっとやっぱ広めていったほしいます、ね。正論ボ力ル使えて。アドラハンマー。結構使えると思うんですよね。<laughs> えよねはい、うん。アドラハンマーって何かっていうと、何ですか、マゴさん。アドラハンマー。アドラ、元はあれですよね。ハンマー持つ人は、 全てが釘に見えるって大の言葉でしたっけ誰の言葉ですかねなんか前回言ってましたよね。であんまいい言葉じゃないですよね。もと <laughs> はそうかもしれないですよねあ。だってアドラハンマーもよくないですよね。そういう <laughs> まあ僕がアドラー大好きだから何でもアドラーに見えるっつって。<laughs> アブラハム・ハロルド・マズローですね。あ、マズローか。マズローですね。はいはい、うん。何でもかんでも。あの ハンマーで直そうとしてしまうととししてま本当はドライバーがあったらドライバーでやったほうがうまくこういくのに、うん、ハンマーでこう叩きつぶしてですね、はい、ネジが壊れてしまうということをやってしまう<笑><笑>、はい、つまりこれはアドラーハンマーアドラーハンマーで殴られた人はですね本当は別の解決策があったかもしれないのにアドラーで殴られた結果壊れてしまうと。<laughs> 怖いちゃったか。<laughs> そういうことがあるわけですね。はい、うん。そうっすね。うん。だから、別の、やっぱドライバーを <laughs> 得てほしいですね。マゴツさんには。ぜひ。なるほど。アドラードライバーを。はい。アドラードライバー <laughs> それもアドラか。<laughs> 一緒やん <laughs> <laughs> っていうことですけどね。はい。うん。いや、そうですね。はい。でもう一個いきますか。もう一個。<れ>はい。 なんか言ってましたよねどうですか真本さん資本。資本主義の話また言ってましたよ。資本主義ええ。言ってましたっけえ資本主義がもう一回話したいって言ってませんでしたああ<ー>。資本主義の奴隷奴隷でもあ何でしたっけあ資本主義が我々の一家とを不幸にしてるみたいなちょっとよく考えたら、前話したことだなあっ5回目ぐらいですけどね。<laughs> <laughs> はい、行きましょう。え、また話すんですか アップデートしましょう、それっと。アップデート。えー、え、アップデートあったってことですよね、真さんの中であの。あったと思ったらなかったっすね。なかったんか。どういうこと結局同じことだなって思いました、ねううえもう。じゃあもう一回、最高さいさい再度言っときましょうよ、度イは、はい、なんだろう、やっぱ自分がやりたいことをやるっていうのが一番大事だと思うんですけど、はいこ。なんか結構、資本主義社会はあれこれ周りから言われることが多いんで、 うん、なんか社会的な基準をななんだろうな、うん、押し付けられることが多いんで、うん、なんかもしこれがなくなったらどんな生き方になるんだろうなって想像して、うん、でそこでちょっと考えが広がったかもしれないからプロッと案として書いたのかもしれないですねちょ,っとどうちょっと広げてくださいよどうなるんですかね我々が資本主義から完全に自由になったら資本主義から自由になると、はい、お金を 意識しなくなくるんですかお金意識しなくなるかもしれないですね。なんかベーシックインカムとかもなんか似たようなものになるかもな。うん、まあそうですよね。はい。どうなるんですかね。はい。でもなんか、こう、喜び。はい。まあ確かに、確かに、ああ、今パッと思ったのは、はい。さっきの話じゃないですけど、 より今に集中する世の中になりそうな気しますね。うん。そうっすね。だってお金とかもなんか、やっぱ将来が不安だからいっぱい持っとかなとか、はい。あると思うんですよね。はい、なんかやっぱ未来をイメージしながら、こうお金を稼ぐみたいなことって多いと思ったんですよね、パッと今。はい。だから、それが別に特にないっていう世界でおいては、うん。なんか本当に今やりたいこととか、はい。 まあ今大事だと思うことをまあやることにつながるんじゃないかなっていう、うん。ただもう逆に、なんていうのかな、個人でやるのはいいと思うんです。個人でできることを、そのなんていうか自分がやりたいことをやるっていうのは、なんかすごくうまく回る気がするんですよね。なんか絵描いたりとか、個人制作みたいな。はい。 頑張ってというかみんなで力合わせてやらないとできないものみたいな、うん、まあ本当に1万人とか関わってやらないといけないとか映画とかは分かんないですけど映画作ったりとか、はい、ゲーム作ったりとか、はい、車作ったりとか、はい、そういうのって成り立つんかなってちょっと思ったりしますけどね、うん、確かに同じ方向性につなぎ止めるものが、はい、なくなるから <laughs>、うん 結局、これやってくださいねっていうことに対して、いや、僕はそんなんやりたくないっすっていう、終わるっていう。さっきの話だ。ええ。でなって、え、いや、でもこれ作らなあかんねんけど、みたいになって、はい。どうすんやろうなっていう、そのみんながみんな同じ方向で完全に、ね、向く方向揃えられればいいですけど、はい。お金っていう共通のなんかこう、なんていうか、大事にしてるものみたいなのが、 なくなったら大事にしてるっていうか、まあ、一応それはあったらいいよねっていうので共通見解みたいになってるからなんか多少こう心のズレとやりててることだと心のズレがあって私もお金っていうものでこう方向をバッて変えれるみたいなのがあって、はい、成り立つそういう集団での制作物みたいなのって、うん、なんか難しくなる気がするんですけどね。な、うんうん、なるほどなんか一つ思い出したのが アドラーの学会行くとなんかみんな全然違うことを言うらしいんですけどでもみんなアドラーのことは基本的なことを知ってるから共同体感覚があるから、うん、あの変な喧嘩はしないっていうのを言ってて、うん、なんかそれと同じようになんかいいものをみんなで作るんだとかこの共同体に対して貢献するんだっていう気持ちがあれば、うん、多少はなんか大変なことにこじれたりはしないのかなとは思いましたね今。 いやなんかこう結局会社とかもそうだと思うんですけど、はい、多数決で物を作ったらあんまうまくいかないってあるじゃないですか。ああはい。<laughs> みんながいいと思ったものに持ち寄って全部こう合わせ技で作ったらなんか変なもができるっていうのがあって。<laughs> はい、でも逆あのー、まあそれはなんかいいチームとしてはすごいいいしなんかこう気持ちよくみんな働けて。うん なんかこうみんないいもの作ろうっていう思いはあっていいんだけど出来上がったものを見てみるとそんないいもんじゃないみたいなまあいい時もあるんでしょうけどっていうのがあったりとかでも逆に一人のもう独裁者みたいな人がそれでもその人は天才的なこう感性を持っててもうこうだーって言ってこう作るんだーって言って他の誰の意見も聞かずにあのやりきるみんなそれに従うしかないそれでお金をもらってるからっていう。 まあ、そういう世界観で、でも出来上がったものはすげえみたいなのもあるわけじゃないですか。だから、そういうのが出来にくくなるんじゃないかなって思いますよね。うん、独裁者にだな何でもってその他の人がついていくんかっていうのが、お金っていうものがなくなると、うん、そこに共感がもともと得られてないわけだから、はい、なんか結構そういう人が作るものって難しくなりそうだなっ、ねうん、確かにありますけどね。 アドラの話とかはその前者のみんながこう持ち寄っていいものにしたいって思ってこう作り上げていくものに近いと思うんですけど後者の方のそういったものづくりみたいなのは、はい、まあなくなっていくんかなっていう相当その信者の人じゃないとついてこなくなりますよね <laughs> そうそうそう,そう、はい、信者だけ集めてやらないといけないからはい まあどんな世の中になるか想像できないですね。うーん。多分、江戸時代の人も国会があって多数決で決める社会なんて考えられなかったと思うんですよ。はいはい。それと同じように我々も未来がそんな感じになっていって、まあ想像はできないけど、なんか成り立つ可能性もあるかなって思いましたね。うん、まあ確かにそうですよね。はい、うん。まあだから、お金もまあ一つの宗教みたいなもんだっていうのを言ってましたけどね。なんか確か。 はらりさんが結局共同幻想っていうか、はい、これはみんなにとってキャチ価値があるものなんだっていうふうな思想をみんなで共有できてるっていう、はいはい、世界だからか、うん、でもあるある人が信じへんかったらもう成り立たないけど、まあ、それを信じるみんなが信じてるから成り立ってるっていう、うん、お金とかまさにそうっすね うん、お金がまさにでもだからこそそういう組織とかがでかくなったりとかはできたっていう、うんはい、そのやっぱり村社会というかその25人ぐらいが限界みたいな、はい、まとめたりするのにはいそのだから社会の発展においてはやっぱりお金のインパクトっていうのはやっぱでかいそれでこうみんながこう一体化できるツールとしてはすごく優秀、はい、確かに ななだろうなとは思いますけどねそうですね。まあそれだけがいいってもんじゃないですけどね。はいまあ、未来に行きたいですね、これは。<laughs> そうですね。はい、あとは最近、すごく高松からのアクセスが多くて、はい、ポッドキャストの。はい、先週2000再生ぐらいされてて、<laughs> なんか、はい、急に。はい、1>, 1日600回とか再生されてて。 うん、ほとんどの高松からでしたねアクセス <laughs> なるほどだからひょっとしたらこのポッドキャスト聞いてくださってる方もみんな高松の方かもしれないんですけどはいってことでちょっと高松へのメッセージをスさんから頂きたいなと、はい、思うんですけれども高松といえば何ですか何ですかうどんですかうどん <laughs> うどんもありますねあとあのあれですかねあのーはい、鳥鳥高松って 鶏肉うどんいや、鶏のね、あのー、なんていうんですか、あのー、焼いたやつ、照り焼きみたいなやつ、なんて言うんだっけな、あれ。えー、高松っていうか、グルメで調べたら出てくるかな。あのね、一角、一角っていうのがあって、はい、結構有名なんですよ。一角。あれ、高松じゃなかったかなこれか。高松グルメ一角。一角、高松店っていうのあるけど、これ、高松のあれではないのかな 一角香川四国香川一角骨付き鳥ですね骨付き鳥ほうええー、これね結構有名ですよ、うん、香川県香川県丸亀市ですねはいちょっと違うか高松とはちょっと違うか丸亀市ではないもんな隣隣らへんですか、ね、隣ですか,隣ですか あれ結構好きなんですよね。あの鳥鳥のなんかおい、えー、しいんですよこれがなるほどありますか四国香川とか行ったことありますか僕四国上陸したことないっすですあマジっすかはい僕2回かぐらい行ったことありますねへえー、あのお父さんが出張というか単身赴任してたりとかしてて行ったことがありますね、はい、四国 また家から結構近いんで、僕も自元が校戸なんで、あまあ、はい、ちょちょい,いと行けば。けるそうですね。うん、へぇ<ー>。香川でしたっけ高松でしたっけゲーム禁止条例が出てるのは。高松だっけなぁ。ゲーム条例。はい。やばいですよね、あれ。はい。どうですかあれにはどういうふうに。香川県ですよ。香川県ゲーム規制ですよ。香川県か。規制条例。はい。どうですかかごさん。 い僕はよくないと思いますけどね、やっぱり。よくないというのは、はい。なんだろうな、これこそまさに、あの、アドラーで言う、またアドラハンマー出ましたけど、あの、他人の問題に、はい、<laughs> 他人の問題にど土足で踏み込むことだと思いますけどね。えー、はいまさにそうですよね。はい アド,ラーアドラーと法律ってはい結構切っても切り離せない関係なんじゃないですかねなんか岸見さんの本でそういう話しましたね法律みたいなちゃんとみんなで納得した上で作ったらいいけど、うん、上から押し付けられるだけじゃダメだよねみたいなまあまあそうですよね、はい、ちゃんと理論的にかなったもんじゃないとダメだよねみたいなこれなんでできたんですかねこのよくわかんない、はい、条例は な何でも中毒になると思うんですよね。まあそうですね。まあアルコールもそうだし、うん、まあゲームもそうだし、映画でも読書でも、うん、なるもんはなるし、うん、まあどれかだけ取り上げても正直根本的な解決になってないかなっていう気がします。そうですね、はい、だそれにそのゲームが良くないんだっていう考え方自体も。はい なんかある気するんですよその裏側にはい結局そのゲームを規制したいっていうのはゲームが良くないからみたいなはい思想が見えますよねはいでもそれって本当なんでしたっけっていう話ですよね,う,すねうん、うん、別にそんな悪いもんちゃうやろって僕は思いますしはいなんか昔は小説が悪いと言われてて、うん、はいまたある時は漫画が悪いって言われててはいで今はゲームが悪いって言われてるんですよね でまあそれを振り返ってみると今だとなんか,なんかなんだろうな読書もいいって言われてるし、うん、漫画も芸術的な側面が認められてるし、うん、あと映画だって前は悪いって言われてましたけど、ね、今はいいみたいな感じだし結構時代的な価値観によっちゃってるっていうのが歴史的な事実だと思うんですけどそのノリで悪いってただ言っ,ちゃ言っても なんか根本的な解決じゃないのかなって思いましたね。そうですね、はいうん。あと僕は前々から言ってますけど子どもの時のゲームっていうのはかけがえのない時間やと僕は思ってるんですね。はいというのは大人になってゲームをするとなぜか罪悪感があるなるほど <laughs> 問題がありましてですね。まあ、ない人もいるんですけど。はい 僕なんかはもう心の底からゲームを楽しめない体になってしまったんじゃないかっていう感じがあってですね。はいはい、残念ですよね。もう本当にもう、ね、心の底から楽しんでましたから、子供の時はね。はい。はい、だから、やっぱかけがえのない時間やなと思いますね、それは。うん。なるほど。うん。まあ何事も結構、大学受験の回でも言いましたけど、前向きでやれば、うん、そうね。やり抜けば結構、 何かが見えてきたりするんで、うん、しかも逆にそれで何か損したらその本人の問題であって、うん、親の責任でもないし、うん、あの香川県の責任でもないし、うん、そこを土足で踏み込むのは甘、うん、い,いことじゃないかなって思いますね。間違いないですね。はい、これ逆ってあるんですかね逆っていうんかなはい。その禁止する方向性じゃないですかこれって。はい その奨励する方向の条例ってあるんですかああ<ー>。例えば、勉強は一日1時間以上しましょうみたいな。はい。みたいな。その、や,らやるなじゃなくて、やれっていう、その、はい。側の条例ってある、存在するんですかね結構これをしなさいみたいな。朝ごはん食べましょうみたいな。はい、そういうのってあるんですかねああ。 なんか禁煙症例、条例みたいなのありましたけど、もうでもう禁煙も禁止ですよね、<laughs> 難しいな、禁止ではないのか。まあちょっと言い方による。やってる人に、はい、確かにやってる言い方によるのか、結局。はい、確かに5時間やってるゲームを4時間減らしましょうっていう方向、はい、<laughs> であれば、確かに、あのじゅ能動的能、能動的っていうのが変でしたけど、はい。 でも罰則ない条例とか法律って結構ありますよね、確か。あ,あそうなんですね。はい。都内とか都都都都あの、東京都だとなんかあるんですかねあ。なんか今パッと調べて出てきたのは、はい。まあ東京じゃないですけど、歩きスマホとか。歩きスマホ禁止条例。規制罰則なしだけど、防止みたいな。まあまあ、そうっすよね。はい、歩きスマホは確かに。規制して。なんかでも体当たりする人が。 体当たり捕まってましたね最近 <laughs> やばいな知ってますいや知らないですそれは体当たりした人がなんか、えー、逮捕されたんですよええー、んかね女性の胸を狙うぶつ,らぶつかり男を逮捕って書いてます、ね、<laughs> なるほど綺麗ななんか結構いるって言いますけどね僕は出会ったことないですけどあ多分狙われてる ターゲットではないかだと思いいますけどね僕がやんかでも思いっきりぶつかってくる人いますよね。マジっすかいます肩とかにバーンって。いや僕全然合わないっすね。何て言うか歩いてたら、はい、その当たってしまったとこじゃなくて、はい、当たる瞬間にこっちにこう <laughs> 力入れてきてる人。<laughs> いや、僕、全然出会わないですね。あ、本当ですか。はい、あれだけかもしれない。千代田線だけかもしれないです。<laughs> <laughs> いますよ。え<ー>。僕はそれを避けるのが好きですね。はい。え。すかやっぱり。<laughs> そういうのがやっぱり気持ちいいです、ね。はい。<laughs> 千代田線の闘牛士、すけさん <laughs>。<laughs> 今日は出ますね、孫さん。例えが。例えというか。 名言が。名言、ね。ええ。千代田線の投牛士としてやっていきたいなと思いますけどね。はい。はい。じゃあそのところですかね。そうですね。うん。はい。あと、できれば高松の方からメッセージが欲しいっすね。はい、ああ、ぜひ欲しいですね。これ何で、<laughs> そうそうそう。本当なのかっていうのがね、まずある。あるある。<laughs> なんでそんなアクセスが増えてんのかっていうのが不思議でしょうがなくて。はい。 なんか変な、バグちゃうかなと僕は思ってるんですけどね。<laughs> 何かの、何かしらの。はい。うん。なんか同,同じ時間にバーって来てるんで。はい。もう本当に 1, 1時間とかにて来てるんで。<laughs> はい。多分ね、バグなんですよ。何かの。何かのバグなんですよ。はい。それがちょっとわかんないんで。うん、はいまあ。もしなんかわかる人がいたら、新聞に載ってたとか。はい、まあ。そういうのがあったら教えてほしいですね。 高松じゃない可能性もありえますもんね。まあ確かにそうっすね。はい、確かにまあ是非教えてください。はいはい、ということで今日は、えーと「アドラハンマー」ということでやってきました。じゃあ以上ですかね。はい、はい、では本日もありがとうございましたありがとうございました。